おじさんがこれ来たらおじさんになるやん。オンラインでこちら完売しておりますって言われて、このためだけに作られたファスナーらしいんですね。こういったまずケンシロウジャケットが出ておりました。東大阪工場ジャケット、このまま続けていきますよ。はい、本日はですね、今日発売の GU× アンダーカバーのコラボ商品を4点購入してきましたんでご紹介していきたいなと思います。ということで、もう取って出しでございます。できたてほやほやということで皆さん見ていただきたいなと思いますけども、まず結論があります。真っ先に GU の店舗へ走れということで、ちょっと甘噛みしましたけども、走ってください。っていうのも、この4点紹介する中ではっきり言ってハズレもあります。ハズレもあるんやけども、あ、これいいんちゃいますかっていう感じで、もし気になってる方いらっしゃったら、これはとにかく走ってくださいと。あの35歳以上の僕たちみたいなおじさんでも似合うのがあるので走ってくださいっていうのもあるし、逆におじさんがこれ着たらおじさんになるやんっていうのもありますので紹介していきたいなと思います。まず一つ目っていうのがですね、こちらレザージャケットですね。このレザージャケットは、まあ、アンダーカバーといえばレザージャケットだと思うんですよ。で、本家本元の方は17万とかするので、まあ、結構高いんですけども、まあ、レザージャケットって最近はこういう似たような形、例えばルイスレザーとかも20万円ぐらいしたりするので、それがなんとですよ、まあ後でも値段言うけども7990円で売ってたということになっておりますので、これね、僕のチャンネルの方にはね、ズバリドンピシャのね、あのアニメを思い出すようなジャケットになっております。で、次がですね、こちら 2way オーバーサイズモッツコートということになっておりまして、まあこれ名前の通り 2way なんですけども、今回のコラボの中で最も人気があるのがこれやったらしいんですよ。で、店員さんに言われたんですね、僕店舗行って買いに行ってる時に店員さんに、もう今現在オンラインでこちら完売しておりますって言われて、そんなん言われたら買うしかないやんと思ってポチって買ってきたんですけども、持つこと 2way なんで、ここから切れるっていうのもあるので、後でまた切っていきますので、切っていくっていうか外しますので見てください。で、次がですね、こちらリブブルゾンっていうアイテムで、これが5000円切ってます。4990円ということになっておりまして、今回のアウターの中ではもしかしたら僕個人的にはこれが一番まともやったんちゃうかなって、まあ、結論から言うとそうなんですけど、そんなんがあったりだとか。で、次がですね、これ全く買うつもりじゃなかったんですけど、触ってみた感じ、あ、これええやんと思って、ダブルフェイスショーツっていう2990円で売ってましたんで、こちらの4点っていうのをご紹介していきたいなと思います。で、早速ね、レザーから着てきたんですけど、僕ね、このアイテムが今回コラボするっていうの分かってから、アンダーカバーの本店の方に行っていろいろレザージャケット着たりとかいろいろ物色してきたわけなんですけど、まあ、やっぱり GU とコラボやから値段下がってくる分ちょっとチープにはなるやろうなと思って、まあ、触ってみた感じね、まあ、僕はもういろんな触ってるからパッてすぐ触った感じで、うわ、フェイクやなって感じ、フェイク 100% なんですけど、フェイクレザーなんですけど分かるんですが、嫁にも聞いたんですよ、これどう見た感じ分かるって聞いたら、まあ確かに分かるっちゃ分かるかなっていう話はしてて、で、このレザージャケットの場合って一応2way っていうところが注目なんですけど、それ以外にも今回全てのアイテム、このようにファスナーとかがこのためだけに作られたファスナーらしいんですね。で、ファスナー以外にもボタンとかそういうのは今回のためにこういうアンダーカバーで作ったっていうことが書いてあったんで、レザージャケットだけじゃないんですけど、他のこの大人気のモッツコートとかも、こちらボタンはアンダーカバーって刻印がされておりますね。 GU× アンダーカバーって書いてますね。で、これはですね、僕今 L サイズで着用はしてるんですけども、 2way したら完全に北斗の拳のケンシロウになります。ちょっと一回これ外してみましょうか。これがね、この肩のところが外れるんですよ。こんな感じでね、ぐるーっとやっていくと、ここがね、ストンと外れちゃうんですよ。で、ここもね、ぐるーっと外していくと両袖外れると。で、これでもアンダーカバーってこの仕様じゃないですか。で、これ着てみるじゃないですか。おい、完全北斗の拳になってるやんけっていうことで、さらにこのね、インナーを脱いだら、もっとこれはケンシロウジャケットっていう風に覚えていただければ皆さんにいいかなと思うんですけども、こういったまずケンシロウジャケットが出ておりました。ただこの備品とかこだわりがあるっていうところはあるんですけど、見てください、めちゃくちゃこれチャッチーんですよ。ここの金具、この金具って結構レザーで大事になってくる金具じゃないですか。これがね、画像では全くわからんかったんやけども、やっぱり実物触ってみるとめちゃくちゃチャッチーんですよね。で、まだファスナーとかは全然そのチャッチさって、まあ値段相応やなって感じなんやけど、これに関してはもっと安く見える。さあね、ジャケット的にはこれ 2,3,000 円のジャケットなんかなって思うぐらいのこの安い感じになってるので、まあ、この辺はねちょっとショックやなと思いますけど、まあ後でちょっと裸で一回着てみてね、ケンシロウになってみたいなと思います。 YouTuber 界のケンシロウにトライしたいなと思います。で、次がですね、 2way オーバーサイズモッツコートということになっておりまして、こちらですね、これはもうとにかく一言で言うなら代官山ボーイジャケットって言いましょうか。まあ、ゆったりガバッと着る感じなんですけど、もうオンライン速乾、もう一瞬でなくなって、全サイズなくなって、これそんなええのと思って着てみたんですけども、ちょっと僕がこの着てる感じでは、代官山ボーイジャケットというよりかは大阪ぺちゃくちゃうるさいホームレスジャケットに僕はなっちゃうんですよね。だからこれ着る人によってはかっこいいと思うんですけど、まあ、このアンダーカバーって要は高橋名人が作ってるやつじゃないですか。高橋名人はまあこういう風なちょっとラフな感じとか、もともとアンダーカバーでちょっと奇抜というか、まあ、こういう感じだと思うので、こういう高橋名人のディティールをね、この辺にまあ入れてるんかなと思うんですけど、袖口
口なんかはこういうボタンで調節して、ここが一番狭いボタンになってるんですけど、ここは近いところになってますが、おそらく速乾したから今プレネとかになってんちゃいますかね。ただ見てください、これ大観山おしゃれボーイジャケットになってます？僕なってないですね。どうしてかってハリーポッタージャケットになってるので、まあ、こういう時はですね、ちょっとインナーを変えてちょっとデニムを中に差し込んでみて、まだこれでもちょっと雰囲気出えへんなっていう時はパンツをですね、この山本パイセンの方を履くんですね。そうすることによってちょっとマシになったんちゃいます？幼児パイセンに、高橋名人のジャケットを着てることによって、これちょっと大観山おしゃれボーイジャケットにちょっと近づきましたよね。ただこれ大変、このジャケット合わせるために今度いろいろ着替えていかなきゃいけないから大変なんですけども、まあ、こんなガバッと切るような感じになってます。ただ結構これ生地が今回のやつって全部同じ生地とかじゃなくて、これに関してはリップストップナイロン使ってるんですね。でリップストップナイロンってどういう生地っていうと、よく見てもらったら格子状になってるんですけども、その格子状になることによってより丈夫さとかが出てきてますので、こちらにね、一般的なアパレルブランドがよく使うこのナイロンの生地があるんですよ。でこの生地っておそらく多分今回の GU アンダーカバーに使っちゃうと元が取れないと思うので、おそらくこれではないと思うんですけど、やっぱり安いナイロンってね、これ見た感じで分かりません？あ、なんかこう安そうなナイロンの、なんか昔のナイロンっぽい感じやなってするじゃないですか。だけどただやっぱリップストップとか入ってくると丈夫でもあるし、生地値段も倍くらいしてくるんですよ。だからちゃんとリップストップナイロン使ってるっていう点では、さっきのレザージャケットと値段一緒なんですよ。7990円やねんけども、まあ、全然こっちの方がクオリティは高い。ただ似合うかどうかです。いろいろ名人とかいっぱい持ってこやなあかんから、それを着やなあかんってこと考えたら、まあ、ちょっと大変なんやけども、一応こういうのもあったよと。で次がですね、こちらですね、東大阪工場ジャケットっていうジャケットがあるんですけど、まあ、正式名称はねリブブルゾンか。でこれも XL はすぐなくなってました。で僕も XL 買おうと思ったけども、ブラックはなかったんで、この色で買ったんですけども、見ていただいたら分かりますかね。これは東大阪、大阪の方だったら分かると思うんですけど、まあ、東京で言ったら下町ロケットですね。下町ロケット状態になってるので、これで爪楊枝刺しながらこうやって歩いておったら、だいたい昼ご飯の昼休憩のラーメン跡みたいな感じになりますので、そういうブルゾンということになっております。だから MA1 ですね、普通の MA1 なんやけど、ちょっとこう袖口とかが、デカめに作ってあるっていうのが、まあ、デザインとして落とし込まれると思います。で、まあ、後ろ側がですね、このアンブレラ太陽ということになってまして、こう雨が来た時にさーっと下に落ちていくのもそうだし、あとこの本来なら裏側にしてるはずの縫い目のところっていうのをあえて表にしてきてる。今最近堺とかもようそういうことやってますけども、本来これって内側なんですね。内側やからここに縫い目のところが来てくるはずなんやのに、逆にこの縫ってるところを、まあ、再構築じゃないけど、これデザインをあえて見せてるっていうような、シルエットになって、デザインになっておりますね。まあ、ただですよ、こないしてね、ああオッケーオッケー、ほんならじゃあ今からわし戻るわ言うてたりしたら、まあ、完全におじさんじゃないですか。だから今回ちょっと35歳のおじさんにはこの色はちょっとやめた方がいいかもしれないですね。ブラックやったらまだマシだと思うけど、もうこれでね、ここに刺繍っていうか名前書いてください、なんとか工業って書いてくれたら、もう完全にこう下町状態になりますので、そういったジャケットということになっております。ただこれ、まあ、下町ジャケットになってるんですけど、表の生地っていうのが二重になってるんですよ。2枚の生地を貼り合わせてるので、より強度があったりとか、より張り腰があるようなスタイルに仕上がってると。で裏側も同じように二重にはなってるんですけど、裏側はこの部分だけが二重で、こっから下はまあ一重っていう感じですね。で、まあ、それが唯一記載されてるぐらいでデザインなんですけども、まあ、デザイン的にはここにもうパッチがあるぐらいなんで、まあ、普通に要は使えるっちゃ使えるじゃないですか。だから一番アウターとして使える、もう街っぽくいけるのはこれの多分ブラックやと思うんですけど、そういう感じになっておりました。で次がですね、これ大穴の大穴やったんですけど、ダブルフェイスショーツっていうの、これが多分めっちゃ普通に使えるんちゃうかなと思って買ってみたんですよ。ただ僕これ履いてないからサイズが合うかわからないんですけど、 M サイズちょっと今から履いてみたいなと思います。ほんま初めて履きます。はい、と履いてみました。どうでしょうか。サイズもぴったりですね。 M サイズで、ちょうどいいかなと思います。でなんでこれ買ったんかっていうと、一番これ使えるやろなと思って、見た目結構シンプルなんですけど、よくよく見ていくとね、このダブルフェイスって書いてあるから、この表のこの生地、ポケットの部分の生地と他のところが、これがニットなんですね。だから結構伸びるんですよ。履いてて楽やろなっていうのもそうやし、あとこういうミリタリー要素のあるようなショーツって結構少ないじゃないですか。どっちかっていうとナイロン1枚でバーッと作っちゃってるっていうの結構多いから、こういう、まあ、黒やねんけども、ちょっとミリタリーの生地をあえて変えてますみたいなね。で僕あんまりロゴとかいらんから、ロゴはもうこれ前はなくていいから、後ろのケツのところにポンってあると、なんか結構これ使いやすいやんと思って、僕見てる時はめちゃくちゃ人気ないから、もうめちゃくちゃ余ってました。だからやけど、いやこれ結構ええでと思って買ってみたんです。で2990円ってことやったんですけど、値段が安いっていうよりかは、この今回紹介した中で一番コスパいいんちゃうかなと思って、多分元々の原価のこと考えたら結構これいいんちゃうかなと思って買ってみました。おそらく原価で考えても
30パー以上は絶対あると思うので、まあ、他のレーザージャケットとかはもうちょっとないかもしれんけども、それ考えたらこれ結構いいんかなと思って1回買ってみました。で、すみません忘れてました、 2way のオーバーサイズモーツコートですね。ちょっとこれ切り離してみましょうか。今のところ僕これが一番しっくりきてないんですけど、これが一番縫製こだわってるなって思ってるんですよ。で、なんでなんかっていうと、まあ普通にポケットこの両サイドあるじゃないですか。で、まあこれボタンなんですね。で、ファスナーがあるんやけど、ファスナーがこういうショートにした時にいいように、この腹までしかないんですよ。普通ジャケットのこの裾のところがこうやってビーってやったりするんやけど、もうこの腹のところからピュって上げて、で、まあボタン閉めていくと。で、さらにここ絞るようにドローコードもあるし、ちょっと一回外してみると、この腰のところにファスナーあるので、これビューって外していってあげたら、なんとなんとですね、まあこういうちょっとショートブルゾン的な、まあ上まで閉めちゃったらもうマウンテンパーカーみたいな、まあこんな感じのスタイルになるので、今ちょっとどう映ってるか僕全く見えてないんですけど、結構シンプルやし、生地もリップストップナイロンでちゃんと作られてるし、なおかつ縫製も結構こだわってるっていうことなんで、まあ確かにそれは人気やろうなと。ただこれなんで人気出たんかっていう、これ実物触らんとリップストップのこの粗めとか、あと縫製のところとか分からんのに、なんでこれが人気出たんかちょっと僕は分からないですけど、おそらくただデザインで人気やったんかもしれんけど、作りとしてもこれ結構できてるなって思わさせていただいて、まあこのポケットをあえて出すんでしょうね、このポケット出てるやつね。ちょっとおじさんにはこの感覚があんまりよく分かってないんやけども、まあこういう感じで作ってますよと。で、こういうコラボのやつって絶対どっかでは赤字ギリギリのアイテムがあるはずなんですよ。全部が同じ原価じゃなくて、これはちょっと原価頑張ったでっていうのが必ずあるはずなんですけど、僕それで思うのはこの2番で言ったもうオーバーサイズモッツコートと、あとショーツですよね。このショーツに関しては結構原価近い感じで出したんちゃうかなっていうところで、ここで利益はもう出すつもりないんやろなっていうようなアイテムになっております。で、トップスは全部ね中国で作られてるんですよ。で、パンツがねちょっとマレーシアかなんかで作られてて、パンツだけちょっと違うかったんですね。で、そやから何っていうことはないんですけども、多分普段そういう GU が付き合ってるところのお付き合いのあるところで、トップスはこれが得意とか、で、パンツはここが得意とかって縫製工場あるので、まあ、そこ分けたんじゃないかなっていうような印象はあるんですけども、それ以外は特にないかな。レザージャケットに関しては 100% 劣化しますっていうのもね、なんでなんかっていうと、このようにフェイクレザーって 100% 劣化してバリ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 割れてくるので、まあ、それ考えると7990円っていうのが安いんかって言われたら、まあ、僕個人的にはちょっとこれはないかななんて思ったりするんですけど、まあ、その辺は人によって考え方が違う。で、今後このケンシロウジャケットとこのルイスレザーの比較、なんで20枚もこれがして、なんでこれが1枚もせえへんかっていう話、素材の話から縫製の作りの話から、そういう話もしていきたいなと思うんですけど、このまま続けていきますよ。北斗のまま行きますのでね、北斗チャンネルと思っていただければなと思います。で、次がですね、これに関してはあの何ぼ使ってても劣化しないんですよ。で、しかも洗濯が、表記の通りやってもらったらいいと思うんですけど、僕個人的には、まあ、ボタンとかが多いからネットには入れた方がいいと思うけど、普通の洗濯で全然いけると思います。っていうのも何て言ったらナイロンやし、で、あと劣化するような部品を使ってないっていうところがガンガン、着用していけるんじゃないかなと思っております。で、次のこの MA1 ですね、下町ロケットジャケットっていうのは、これが一番今回で言うたら、まあ一般的というか、その街中で着るに関してはこれが一番着やすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、突出してそれがいいのかって言われたら、まあ、個人的にはちょっと僕はあんまりよくわからないんですけど、こことかにもね、ボールペンをさせていただくとより下町感が出るというか工場感が出ますので、そういう楽しみ方もしていただけると。で、やっぱり僕個人的に注目してるのはね、これですかね。このケツポケット両方にしっかりファスナーつけて、で、ナイロンとニットの生地を配合させて、ミリタリー感もあるけどめっちゃシンプルやから普通に街で履こうと思っても全然履けるという。で、やっぱねニットやからこう楽なんですよね。そういう楽チン感とかってもあるし、やっぱナイロンとかってこう張ってきたりするけど、これなんぼやったってニットやから伸びたりするんですけど、まあ、ただニットのデメリットが唯一このレザーは劣化する、あと2つは全く劣化しないから全然洗濯できる。ただこれに関してはニットを使ってるってことなんで、ニットを使っちゃうとやっぱり毛玉っていうのが起きちゃうんですよね。で、特にこのお尻のところがニットっていうところもあるので、結構何回も履いたりしてこのお尻座ったりするとこの辺にはもう毛玉ができてくると思うので、まあ、長く履けるようなアイテムではないんですけど、まあ、今回のコラボで一番おすすめなの何って言われたら、僕は個人的にはこのダブルフェイスショーツかなと思って、買ってみました。まあ、それ考えるとね、このファミリーマートのショーツってやばくないですか。これで1900円とかやから、それ考えるといかにこのファミマのショーツがコスパいいかっていうのが分かると思うんですけど、まあ、今回はそういうコラボになっておりました。なので今回 のおすすめとしては、やっぱりこのアンダーカバーのデザインとかアンダーカバーのシルエットがお好きな方っていうのはもうドンピシャだと思うんですよ。値段も安いし、ただアイテムによっては劣化するものもあるから、そこ
だけちょっと省いていけば、めちゃくちゃありやと思うんですけど、もうちょっとオーバーサイズとかこれあんま検証になりたくないとかっていう方なんかは、まあ、今回スルーでも全然問題ないんじゃないかなと。で、まあ、今回ね3月1日にこれが出たっていうことで、おそらくこの土日とかには人気のアイテムっていうのはもうなくなっていくと思うんですけども、まあ、気になる方はそうやって店舗走ってもらったらあるものはね多分あると思うので、ホームページから店舗で検索するみたいなのができるので、このアイテムやったら、お近くのとこあるかなとかないかなとかっていうのを見てから、行くっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、僕自身もチャンネル名のとこに近くに商品の欄があると思うんですけど、僕自身も自分でオリジナルブランドとかやって、それが3月のこの1ヶ月間だけ先着100名に、プレゼント、ノベルティとかもやってますので、興味ある方はね、見ていただければ嬉しいなと思います。でも最終的にもう僕がプライベートで買うかどうかって感じなんですけど、もう完全にスルー、もう絶対買わないって感じで、 2way に絶対しないので、買わない。でもまあ YouTube やったから買いました。でこのモッツコート、これもスルーやなと思います。やっぱ合わせるのがわざわざパンツとかも必要になってくるので、こうでかいパンツセットアップで売ってたんですけど、もうそれを買えば絶対合うと思うんですけど、なかなかスタイルとかも大事になってくるかなと思います。でこの下町ロケット、これブラックやったらいいと思うんですけど、下町ロケット状態で買っちゃうと工場のおじさんかなと思われるので、まあ、僕も今回これはスルーかなと思います。で唯一プライベートでこれ買ってみたいなと思うのがダブルフェイスショーツなんですけど、まあ、これもさっき言ったみたいに劣化は必ず起こるので毛玉とかになってくるとは思うんですけど、まあ、それは毛玉取りカッターとかの100円のやつでバーってやったら取れるは取れるので、まあ、もしね興味ある方は、行っていただけたらなということで、本日はですね今日発売されたばっかりのアンダーカバーの高橋名人と、自由のコラボを紹介させてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。